続いては区の事業やシステムについて分かりやすくご紹介する荒川区行政ナビです。今回は荒川区社会福祉協議会の取り組みについてご紹介します。スタジオには荒川区社会福祉協議会の山口さんにお越しいただきました。山口さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まず荒川区社会福祉協議会について教えてください。はい、社会福祉法人荒川区社会福祉協議会、通称荒川社協は、1953年に区民をはじめ個人や団体などから構成される会員組織を基盤として設立されました。非営利の民間団体であり、住民同士の助け合いを推進するなど、荒川区にお住まいの皆さんと一緒に福祉とまちづくりに取り組んでいます。荒川区社会福祉協議会はどのように運営されているのでしょうか。はい、荒川社協は福祉を普通の暮らしの幸せと考え、誰もが安心して暮らし続けられる街、荒川の実現を目指して様々な活動を行っています。こうした活動の運営は、会員の方々からいただく会費や皆様からのご寄付、イベントなどで行っている担保募金などで支えられています。会員は誰でもなれるのでしょうか。はい、私たちの住む地域を良くしていきたいという趣旨にご賛同いただき、会費をお支払いいただければどなたでも大歓迎です。会費は正会員で年額1000円です。生活していると様々な困りごとが起こります。行政の福祉制度だけではカバーできないところもたくさんあります。そのような困りごとを地域の力で解決する仕組みを作るために、この会費を使わせていただいております。会員になっていただくことは、福祉のまちづくりサポーターになることでもあるんです。そこで今回は、より多くの方に会の活動にご理解とご賛同をいただけるよう、荒川社協の取り組みをご紹介します。荒川区社会福祉協議会では様々な取り組みを行っているということですが、具体的にはどのような取り組みでしょうか。はい、例えばボランティアセンター、安心サポート荒川、障害者の就労支援なども、荒川社協の独自事業です。ボランティアの情報をお届けしたり、活動にお誘いしたり、ご相談を受ける拠点として、荒川ボランティアセンターと地域活動サロンフラットフラットを運営しています。誰かのために自分が役立てると嬉しいですよね。人の役に立ちたいという気持ちやその喜び、お手伝いしてもらいたい人をつなぐのがボランティアセンターです。安心サポート荒川は、高齢者や障害のある方など、あらゆる方々が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、青年貢献制度や福祉サービスの利用に関するご相談に応じています。障害者の就労支援では、荒川区障害者就労支援センタージョブ荒川を拠点に、障害者就労の機会を広め、安心して働き続けられるように、専任のコーディネーターが本人や家族、企業からの相談を受け、就労の支援をしています。このほかにも、荒川区社会福祉協議会では、いろいろな困りごとがあっても、住民の皆さんが安心して暮らしていけるよう、地域の皆さんのエネルギーや下町荒川区のコミュニティの力を結集して、お互いに支えたり支えてもらったりできる温かい地域を作っていくために、さまざまな取り組みをしています。続いては荒川区社会福祉協議会が取り組んでいる、若い世代が地域で活躍できるまちづくりについて伺います。
山口さん、どういった取り組みになりますか？はい、荒川社協では平成30年度からの5年間の計画をまとめた第3期荒川生き生き計画の中で7つの柱を設けています。その一つが若い世代が地域で活躍できるまちづくりです。若い人に地域活動に参加してもらい、地域とのつながりを築いてもらおうという取り組みです。どうして若い世代にスポットを当てた取り組みを行っているのでしょうか？はい、若い世代は町会や自治会、地域の人とつながる機会が少ないため、地域にいる魅力的なおじちゃん、おばちゃんや商店街の方、ボランティアさんに関わる機会が少ないのはもったいないです。ですが、関われば地域の中で若い人に地域の活動に参加してもらい、活躍してもらえるはずです。そこで子育て世代、小中学生、大学生や若い社会人世代にスポットを当てました。具体的にはどんな取り組みですか？はい、まずは子育て世代を地域デビュー世代と捉え、忙しくてもちょっとできることとしてベビーグッズバンクと荒川パパママのマメマメボランティアを始めました。ベビーグッズバンクはまだ使えるけれど、サイズが合わなくなった紙おむつや使わなくなった粉ミルクを寄付してもらう活動です。それを集めて必要としている親子へお渡ししています。捨てるのがもったいないと考えるパパママがボランティアを身近に感じてもらえる取り組みとなっています。荒川パパママのマメマメボランティアは、子育て中の今だからできるボランティア活動や地域の催しなどの情報を SNS で発信する取り組みです。ベビーグッズバンクの情報もこちらからチェックすることができます。ボランティア活動や地域のことに関心もあるけど何ができるかわからないという方に、ぜひチェックしていただきたい情報を随時発信しています。興味のある方は Facebook まめまめボランティアで検索して登録をお願いします。今後は赤ちゃんとママが高齢者施設や小中学校などに出かけていくボランティア活動の企画などもしていきたいと思います。ちょっとしたことから子育てがボランティア活動のきっかけになるんですね。これ以外にも若者世代に向けてどのような取り組みを行っていますか？はい、心のバリアフリー教室は障害のある人や高齢者などとの交流事業です。さまざまな人と出会い、人はみんな違うし、違っていいことや違うと思っていた人が身近に感じられること、そしていろんな人を受け入れられる人になってほしいと、主に区内の小中学校で実施している取り組みです。児童・生徒と保護者が福祉やボランティアへの理解を深める場となっています。心の中に潜む壁があることに気づき、なくしていく年齢・性別・障害・国籍の違いなどに関わらず、誰もが住みやすい地域とは何か、自分に何ができるかを体験を通して学ぶ、これは福祉の原点だと思っています。なるほど、そうですね。まずは自分に何ができるのかを考えることが大切ですね。はい、またこの他にも大学生や若い社会人世代が集まり、荒川社協の若手職員と一緒にプロジェクトチームを作って活動も始めています。職員の方も一緒に活動しているんですか？はい、実は私もそのメンバーの一人です。私たち世代が地域につながる、地域を知るためのきっかけを楽しいこととしてみました。そして区内の商店街のイベントにボランティアとして参加しました。さらに自分たちで企画するプロジェクトを行い、去年12月には大学生、社会人の人たちと一緒に区内に3カ所増設しているおもちゃ図書館子育て交流サロンを舞台に、職員と若者が共同でクリスマスイベントサンタクロースプロジェクトを実施しました。このプロジェクトには
18歳から27歳の若者12名が参加し、去年10月頃から各おもちゃ図書館の3チームに分かれて企画を進めました。多くの子どもたち、親御さんが参加してくれて、商店街の皆さんも手を振ってパレードを盛り上げてくれました。イベントを通して若者ボランティアたちはボランティアのやりがい、楽しさを感じてくれました。また荒川おもちゃ図書館、奥銀座おもちゃ図書館でも慌てん坊のサンタクロースに合わせて踊ったり手遊びをしたり、各おもちゃ図書館それぞれで異なるクリスマスイベントを実施しました。ボランティア活動で大切なのは楽しいという気持ちだと思います。やらされ感でボランティアや地域に関わるのではなく、自らやってみようと楽しむ気持ちを持ちつつ、主体的に取り組むことができるようにしていきたいと考えています。今回のサンタクロースプロジェクトは一から作り上げることで活動自体に愛着が湧いた方がたくさんいたのが成果です。まだ始まったばかりですし、興味のある方にはこれからもぜひ参加していただきたいです。こうした活動に興味を持つ若者が増えるといいですね。それでは最後に区民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、荒川区社会福祉協議会は地域の皆さんのエネルギーや下町荒川区のコミュニティの力を結集して、お互いに支えたり支えてもらったりできる温かい地域を作っていくための活動を進めています。これは皆様の協力がないとできないことです。協力の形はいろいろあります。ぜひお気軽に荒川社協にお立ち寄りください。もちろん電話やメールでのお問い合わせもお待ちしています。今回の荒川区行政ナビは、荒川区社会福祉協議会の取り組みと題してお送りしました。山口さん、ありがとうございました。ありがとうございました。